時刻は午後7時を回りました。FM 技能をお聞きの皆様こんばんは。この時間は大井沖縄の時間でございます。この番組は県内の若手議員、保守系議員がですね、毎週 MC を代わって務めるということでお送りしていくトーク番組でございます。進行は FM 技能の山内と本日の MC はこの方です。 西原町議会の宮里ですはい宮里さん、久しぶりの登場。なんかよく会うので久しぶり感はないんですけど、よくというか、おととい、したね。会いましたね。飲みの席でたまたま一緒になったんですけども、ね。宮里さんは西原町議員はい、えー、次。 西原も選挙がありますよね、地方選、統一地方選。そうですね、議の案と一緒の9月9日です、ね。9日、はい、どうですか、最近のこの動きというか、大変ですか、やっぱり選挙って、そうですね、今、後援会活動しながら、まあ、地域に訴える時期かなと思いますけども、なかなか。 二期目緊張、二機 <laughs> 目鬼門と言われますね。キモの二期目、はい、はい緊、緊張しておりますね、とっても。はい、あのなんかお手振りとかもやってるんですか。そうですね、まあスローガンで、はあ、こんな街にしたいですっていう感じでやってます。ちなみにこのまあ政策というかそういったのはどんな感じなんですか、うん、宮崎さんの。上柱のキャッチフレーズは、うんはい、あの子供が育つ地域が育つ街、はい、づくりっていうのと。うん 魅力と価値のある産業地域の育成っていうのがあるんですけれどもやっぱこの町で生まれてこの町で学んで、うんうん、この町で働いて、まあ、この町でを盛り上げるっていうのをやっていきたいのではいは、はい、まあ別にこの町でずっと住めっていうわけではないんですけれどもはいは、はい、まあ地域が育つような町づくりってやっぱ担い手がいないといけないってい部分とですねやっぱ町が活性化するためにはやっぱり働く人々がたくさんいた方がいいですし。 近くに働く場があった方が、やっぱいいかなっていうのは、もうアンケートでも出てますので、うん。そういう、ね、西原はまだ農地ですけれども、土地はたくさんあるように見えるので、そこを。うまく改良して、なんか企業誘致とか頑張りたいなと思ってます、うん。うん、なんか具体的に、二つぐらい挙げておきます。これはこうするとか。そうですね。まあ、三つ挙げてもいいです。<laughs> <laughs> <laughs> えっと、まずはですね、はい。あのー。 祭りですね<う>毎年開催にしたくて2年に1回なんですよ西原祭り西原祭りっていうのがまずはあって、はい、はい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 地域の祭りが2年に1回ま比野湾でいうところの羽衣祭りみたいなの、ね、2> をあの2年に1回でちょっと今まで台風で予備日がないので今まで6年間で1回しかできてないんですよ<ー>ん <laughs> だからあんまり知らないんだそうなんですだから本当に盛り上がるので毎年にしたい っていうのがまずありますこれ何で2年に1回なんはじめは毎年やってたんですけど、はいろいろんか大変になったんじゃないですかね運営もろもろ含めてお金の面もお金の面もだと思いますねなんかね西原は結構財政厳しいよって前話してましたがそうですね、うん、まあ厳しいながらに、うん、あの大きい企業もあるので寄付金で祭り自体の寄付金も結構な額集まりますので、うん、寄付金で賄えるような祭りで。 やれるのではないかな今はちょっと舞台、すっごい大きくしたりとか、琉球絵巻とか、もう2000万ぐらい、一括交付金も使ってやってたもので、あね、それを舞台を整えて、ですねあの出るちょっと出演者も減らしながら、できる規模でやれたらいいかなと思います、ね、なるほど、うん、いいですね、この祭りを毎年にしたいそうですねはい。 であとは、行、はい、財政改革ですね、<ー>もう待ったなしですね今回も今、8月で9月にあの各課からの予算要求が出るんですけども、う今時点で予算の去年7億減らした予算、うんうん、それをベースにやっても、うん、さらに7億足りないみたいな、<ー>だからそれをどう削るのかっていう部分に来てるんですね。うんうん、やっぱりあのこの、まあ、授業 削りたくななないいじゃですすかみん町民に還元るもだからだけどもそうじゃないと財政が立ち行かないのであればやっぱトップが大号令を出してですねこの授業を的にするとかではなくこれだけ削りなさいと何億削る何億削るとしっかり削らないといけないそういうのを説明しないときね町民にだから給食無料化の公約を今町長掲げているけれどもほぼほぼ無理だけどお金がないから無理っていうんじゃなくてそれより 調査の建て替えをしないといけないいいととけですよ学校とかもははは、はい、給食無料化より学校設備の整備の方が優先順位が高いので今回そこらに使わせていただきますお願いしますだったら市民も町民も分かると思うんですようんだそういった説明をするリーダーがならないといけないなと思っていますなるほどあのー、なんでこの財政厳しくなったんでしたっけ えーっとですねお金の使いどころを間違えたって言ったら一番当たってると思いますあそうなんですかはいそうですね例えば国宝は西原ハイバル那覇市国宝って要は通常使うお財布じゃなくて、うん、別のお財布で賄うべきっていうのがあったんですけどその別の財布で賄っても収入と収支が合わなくて赤字が出てたんです他の今言った以外の市町村って、うん、通常使う財布からお金を 別の財布に入れて、補填してたんですよ。はいはい、でも、このはいばる西原、うん、那覇とかは、もうずっと赤字を作ってた。ですね。うん、そしたら、それが何十億に膨れ上がって。はい、今年の四月から、あの沖縄県、国交連合会統一に。なる中で、はい、この赤字を解消しなさいって言われてるんですね。うん、で、その、まあ、西原で言った十億円ぐらい、赤字を。一気に解消するの、厳しいじゃないですか。厳しい。 っていうのがまず一点ですなんで一気に回収するのが厳しいかって言ったら行政のお金って1001年で入ったのを1年で使うっていうのが基本的スタンスなのでう、はいはい、そういう意味では一気に10億円作るのがまず難しいであと庁舎を本当はえっ、ー、と4年前の5月から新庁舎ができて、はい、40億円ぐらい使ったんですよ <laughs>、はい、でそれで返済がそろそろ始まるから厳しいねであとは一括交付金です一括交付金でいいろろ まあ、ソフト授業教育授業をつけてきてよかったんですけど、はいはい、今ハードの農水産物流通加工観光拠点っていう大きい施設を作るってなって僕はそれ反対ずっとしてるんですけども、はい、もう土地も買ったんですようでその,この総予算の総額が15億円ぐらいなんですよ。 これやらほうがよかったんじゃないかな, <laughs> なあ、まあ、理由はほかにもあるんですよ隣接道路がちゃんとまだできてないとか2社にはこのビッグ 3A もありながらさらに今マックスバリューってるんですよ近くに<ー>だから需要を本当に創出できるのかなっていうそういうのも含めてまあ一気に来たのがここ近年ここ3年間ぐらい、はい、だからやっぱりちゃんと リーダーが責任取ってというか未来を見通して財政運営しないといけないなというなるほどもう一つ言っておきましょうかそうですねもう一つはやっぱり東海岸さっき言った空いているようなまあ農地でなかなか転用できないんですけどもマイスを含めた大型プロジェクトの中でですね、しっかりとこの土地を見直してまず家を建てれるホテルを建てれる商業地できるもっと言えば工場を建てれるとかそういったふうに今都市マスタープランでは 計画変更しているのでうそういったところに企業を呼び込めるように地権、はい、者の理解を得る動きをまあ議会、町長役場職員含めてやらないといけないと思いいいととけ思ます今、ね、はいまあ、やられてないんですか今こういう町にするっていう用途は町の方針はできたんですけどやっぱり地権者の理解を得ないといけないので、ね。う どうですかこれでいいですかというようなですね<は>動きをしていかないといけない。はいはいはなるほどそれができればたくさんの企業も期待っていうのはあるのでなるほど、うん、そういったのをもうやっていくということですね、うん、はい、はいえー、ありがとうございますさあ、えー、今日はですね知事選やっぱり候補者がついに出そろったんじゃないかなとまだ正式ではないですけどね,ね、うん、あの はい、そういったお話 <laughs> ちょっと硬いですよ僕も <laughs>、はいまあ、今日一人なんでね、はいえー、皆さんぜひですねメールコメントなどなどで、えー、参加してくださいメールアドレスが7 9 7 f m g i n o a n c o m 7 9 7 f m g i n o a n c o m、えー、ツイキャスのコメントでもぜひ皆さん参加してみてくださいシプレームさんこんばんはって来てます えー、このあと CM の後ですね知事選についていろいろとお話ししていきますのでよろしくお願いします、うん、さあ大井沖縄、えー、フェムギノンスタジオよりこのあと8時まで生放送でお送りしていきますので皆様最後までお付き合いくださいいいですね緊張してますね珍しいですね一人だからですよ <laughs> まあまあゆるりと今日は多分意見いろいろ聞くと思うんでしますかね意見あ、僕があー分かりまし多分その関連でスプレームさんとかも詳しいので大きな県警の方です、ね、東京ですねあーでも詳しいんだよな俺より全然詳しいですよねなんもともとなんかあれに 市役所かなんか、役所かなんかの、公務員か何かやってたみたいななんか書いてありましたね、うん、もう大変ですよ、沖縄は <laughs> はい、選挙選挙だああ、多いですね議論 <laughs> はどうなんですか市長、相手候補出るんですかそれ話し,しましたね こういやーでもうーんどうですかね出な出れるんですかね <laughs> きつい選挙だなーもうだからこの誇示した理由とかを、うん、このなんていうんですかね推測してほしいなと思なんですか今その革新側の要するに市政野党の候補者、うん 名前挙がった人たちがみんな孤児してるんですようん、うん、なぜなのかやっぱ勝率じゃないですかええくにちゃんさんがこんばんは藤原竜也に似てるって言われませんか言われますねあ言われるんだあの日も言われましたよ <laughs> お会いした時も誰だったかなってイケメンですかあんなに身長高かったらいいんですけどね <laughs> さあお送りしております大井沖縄でございます本日の MC は、えー、西原町議の宮里さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、国ちゃんさんこんばんは藤原竜也に似てるって言われませんかはいたまに一昨日あのイケメンですよ皆さんぜひねあのラジオ聞いてる皆さんツイキャスというのでは、えー、映像も見れますので 宮里さん、ぜひ見ていただきたい。爽やかイケメンって言われませんか宮里さん。それは。言われない。あ、でも、高青年って最近言われますね。あ、よかったですね。<laughs> <laughs> はい、若いですしね。今、おいくつでしたっけ今、31位ですね,ね。それでもう2期ですから。はい。はい、頑張ります。はい。えー、さあ、えー、っとですね、うん、皆さん、ぜひこのようにですね、あのー、 コメントとかで参加していただきたいんですが、シプレームさん、うん、FM 小座でパーソナリティをしているデニーさんが出馬ですねということで、知事選の話ですが、うん、えーっとですね、この、今日の新聞にも出てました、えー、玉木デニーさんが出馬要請を受諾したよということで、えー、小長知事の死去に伴い、9月30日に投開票される県知事選に向け、県政与党や労働組合などで作る調整会議、 これ議長は照屋大我県議ですから、ね、あ、そうですね。はいはいはい。うん、えは23日、自由党、えー、幹事長で衆議院議員の、えー、玉城デニー氏を擁立することを全会一致で決めました。で、同日、沖縄市内で玉城さん、デニーさんに、えー、出馬を正式に要請したということです。で、要請後は、えー、玉木さんは 記者団に非常に光栄でしっかりと受け止めたい、できるだけ早く表明できればと思うと述べ、自諾の意思を表明したということですが、これ、いかがですか、デニーさん、玉木デニーさん。えー、なんともあ、デニーさんか、頑張るぞっていう感じですかね、予想してました、あ,ある程度は。あしてたんだ、はい あらさすがですねだって名前急に上がってきませんでした、うん、でも前からデニさんしかいないんじゃないかっていう話もちょいちょい聞いてましたね佐喜眞さんとこう相対できるのはデニさんぐらいじゃないのみたいないや佐喜眞さん決まる前からあそうなんだはいああ<ー>やっぱあの名前が売れててうんうんうん っていう部分ですよね。ある程度引っ張れてみたいな。まあ、噂の、まあ、糸数恵子さん、伊波洋一さん、名護、前名護市長の稲見です。はい、そうですよね。で、ゴーヤ森山さん、金井会長、で、まあ、デニーさん。とかっていう感じでは、あとは、浦添県議の赤嶺昇さんとか。今の福知事の蛇腹喜一郎さんとか。っていうのは。福知下茂さんだ。聞いてて。で、実際、蛇腹さん、まあ。 厳しい選挙ですけれどもまあでもデニーさん相手が分かったのでまたいろいろ戦い方もあるんじゃないかなと思い最後はねこのデニーさんと兼秀の会長が残ったというかまあ候補になったということですが。 これ金秀の会長じゃなくてやっぱデニーさんってなったのはででなんですか、ね、やっぱり、小屋会長はです、ねうん、経済人なのでもともとたぶん出るつもりではなかったと思いますうーん 2>, 前2年前のですね、去年ですかね、うん、参議院選挙でその話もあったんです、うんうん、あそうなんだ、はい、へえ。でもやっぱりその時も出なかったんです。そうそうですそうですうまあ噂で,ですよね、やっぱり経済人なので。うーん やっぱりあれですかね、表に立つよりは裏で。まあ、あの、今日はですね。うん、もう相手方というか、宮里さんからしたら、宮里さん自民系ですから。まあ、はい、そうです,うです。ですね。はい、あのー、まあ、相手方の候補になるわけですけど、その、うん、まあ。正直、そこまで詳しくはわからないですよね。相手方の動きとか、思惑とか。あ、そうですね。もう新聞、うん。 です,かね、ですよねだから、はい、あのもう今日は推測でちょっと語っていただきたいなと思ってますのでこれが事実かどうかはまた別の話で都市伝説都市伝説はい、うんえー、そんな中ねやっぱりあの今日はねどうしてもチリ両候補どうも出揃ったよっていうことなので、うんえー、語らないわけにはいかないなということでこうなったんですが、うん さあシ、えー、プレームさん、知事選も注目ですが、9月9日、名護市議選も同等の重みのある選挙ですよね、うそうなんですか、まあ、まあ、辺野古を抱えるという意味では、はいははい、そういう意味だとは思います、ね、これど、こどっちが野党になるか、与党になるかということですかね、多分そうですね、はい、で今回です、ね、はい、ちょっと名護市民の方から、まあ、全部が全部ではないと思うんですけども、はいははい、名護市の市議、 予定候補者のいわゆる革新系の現職だと思うんですけれども、うん、の、まあ、政治活動ビラーとかあるじゃいですその中にはこの辺野古の文字がないとか聞いたんですよ、<え>基地問題に触れてないみたいな。あ前回、基地問題やりすぎてあの、変わっちゃったっていう反省があるんですか、ねですまあ、まあ市長選、まあ、敗北したわけじゃないですか、まあ保守系が勝って、この市議選で基地問題触れてない。まあ 全部が全部でもないと思いますけどうそういう話を名護市民から聞いたときに、うん、もしそういう人が僕ビラ見てないのでなんとも言えないですけど、うん、だったらちょっと嫌だなと思いますんあんだけやってはいはいはい反対して、うん、でいざ選挙となると書かない隠すちょっと違いますよね <laughs>、うん、高松まさんも平外ってきてますよ、うん まあもこれも聞いた話なのでまだ事実ではないですけどもれも都市伝説かもしれない今日は、ね、技能の市長選の話も後で触れたいなと思ってるんですがちょっと、ね、あの飛びつつ今日は、まあ、2人なんで、はい、ゆるりとお送りしていきたいんですけども、あのーまあ、今この、えーっとですね、デニーさんをこう出てくるにあたってこの音声騒動というのがありましたか ああ、ありましたね。はい、えー、っとですね。翁長さん、おな長知事がですね。前知事が、うんえー、この病床で残したテープがあると。音声データがあると、はい、で、それをえー、っと公開しなかった。うん。この辺のあれは流れは何ですか？ <laughs> これなんかこの県議会の会派沖縄の人がまあ会派としてこれを出さないとおかしいだろう透明性に欠けるみたいなのが新聞に出てまあ結局確認してまあデニーさんにって多分なったと思うまあ確認できてなくてもオール沖縄として一本化してやるっていう話やってたと思うんですね。でも僕がまあ政治家として、あのー うちうちでやる話だなと思うんですよ。あ,<ー>あの、ううのそう、会派沖縄の人が結局デニーさんを応援するにしても、うん、一体こういうことを新聞に載せてはいけないと思うんですよ。はい、多分自分たちで載せた、はい、じゃないと記事にならないと思うんですね。だから、そういう意味では、僕はあの統一公社のデニーさんを足を引っ張る形になってしまうじゃないですか。こんな喫緊の世の中で。 これ本当に仲間、まあ、もちろん応援するか仲間なんでしょうけど、うん、あんまり嫌ですね、こういうのは。これ、なんでそんなふうになったんですかね、やっぱりちょっといやいやいやみたいなところがあったんですかねまあ噂では出たい候補者もいるんですね、ただただただ表上向こうの意見としてあ、分かんないですよ、これも都市伝説かもしれないですけど、向こうの意見としては、はい、こんな大事な候補者を決める中で。うん その,まあ、その前の選考委員会で上がってた名前と違う人の名前が出てきた、うん、これを音声を聞かないとそれは納得できないでしょうっていうのはスジロンとしてあると思うんですけどだから表に出さくくてもよくないと思うんですよそしたらやっぱなんか変な揉めてる感じを印象を与えるわけじゃないですかなんか何かなイッストリゲームなのかなって思ってしまいますよね、うん、そういうの見ると。なるほどね、うん えー、高松まりさん、鳩山さんって来てますが、うん、出たい人かな、<laughs> 違う、鳩山さんではないですね、さすがに鳩山さん出たら、もうびっくりしますよね、うん、出ないんじゃないですか、あんなにね、うん、ひっかきも。 回してかから大丈夫いや、僕は期待してたんですよ。期待してましたよね。その時は目標入れましたもんね、当時、大学生のいはい公明党の友達が、まあ、そうか、友達が電話来てから、いや、絶対民主党に入れるって、居酒屋で外出て、電話30分電話してました。と、本に嫌われてたんですよ。ね期待ししまた僕もその時は期待しましたね。 そしたら意外と何もならなかったっていうのがやっぱり印象強いかなし,、ね、しかも1年以内でしたね半年ぐらいででしたね、うん、なんかあのアレルギーって今まだ残ってますよねうんそうですね僕の立場からしたらですねやっぱり両方強くないといけないと思うんですよ、うん、安倍あ自民一択だとやっぱりちょっと今の安倍さんみたいな、うん、ちょっと強硬に出たり っていうのもありえるかなとでもやっぱりどっちがも強くないといけない中あれはちょっとがっかりしすぎたなっていう,うんより戻しはやっぱり大きいと思いますねうん,うん大きいもうそのまんま解体しましたからね民主党 <laughs> 民主党もないですからねそうですよね考えたらね結構ねやっぱりそういったのがあるので、うん、その畑山さんないと思うんですけどね、まあともうまあ知事選に戻すと、うん、まあこの 録音問題っていうのは歩いて収束してそうですね今日はもう収束して、うんうん、結束を優先したということですね、うん、ただですねなんか別の記事では、はい、この党の推薦をめぐってまたいろいろとすったもんだあるらしいですよ党っていうのはまあデニーさん自由党なんで自由党はいはいはい。 まあ、沖縄の社民党、社大党、共産党,共産党って感じですよねはい、はい。なんかですね、共産党が推薦を、あここれだ、えー、与党内では、与党って、県政与党ですね、推薦をめぐり、一部で不協案が出始めている、これ、沖縄タイムスの、えー、今日の記事です、えー、4年前の知事選でオール沖縄を構成する各政党は、うんえー、尾長氏に推薦を出さなかった。 政党職を排除し、保守から革新まで幅広く支持を得るための戦略で、うん、まあそれ、小長さんの意向が強かったんですが、まあ、それはある意味成功しましたよね、前回の選挙では。で、一方、今回は23日に、会派沖縄が、えー、玉城デニーさんへの、えー、推薦を発表、うん、共産党も、えー、正式に出馬した段階で推薦する方針、うん、こうした動きに他の、えー、与党政党は、 何の事前調整もないと不信感を募らせているとのことですあ。ということは社民党、社大党が今度は逆にどうなんでしょうか。推薦 <laughs> 前回と同じ枠組みだったら前回と同じでも良さそうですけどね。その、まあたり宮さん 別のというか対立の、まあ、立場じゃないですかこういうの聞いたらどうですかーう,すうーん足並み揃ってない <laughs> た多分普通の感覚だと思うんですうんだから今オール沖縄っていう組織自体が、はい、なんかしっかりほうれん草ができてないんじゃないかなと思いますね これれはやっぱりあれですかね結構いろんな党があるから考え方もまあいろいろあるしっていうところもあるんですかね柱がいないんじゃないですかね前回も長知事がこうするって言って進んでいった部分があると思うんですよ方向性も含めてですねあの人はやっぱり選挙は負けなしでしたから選挙すごいっていう話もよく聞きましたし今になってだからこのリーダーがいないわけだから前は候補者も。 ああそっかリーダー兼任でやってたわけじゃん、今回、推薦を受けたデニーさんが、はい、もちろんオールオーケーナーでずっとやってたけども、ど真ん中にいたかって言われたら、やっぱ違うと思います、はいはいはい、じゃあ、今回はデニーさんがどこまでできるかっていうところにも、かかかってくるんですかねいやデニーさんというよりも、やっぱり社民、社代、共産、んそして金秀じゃないかなと思いますね。<laughs> あ結構金比でも そうですよねあ、まやまあ、そう見られてますよね、あ<ー>やっぱ県民からは。<laughs> 今日言葉結構選んでます僕あそうでもないですか。選んだら金秀って言わないです、なるほどね、面白いですね。えーまあ、そんな中ですね、一方、えー、宮里さんサイドというか、まあ、自民系に話を移すと、はいえー、今回、公明と維新が、えー、推薦を出したと。うん 前回は、えー、公明は、えー、自由投票、さらに維新は下地幹夫さんが出てました出てましたね。はい、ということで、今回は一本化したという、この辺はまたなぜ、今回は一本化したんですか。うん、もう何が何でもですよね、やっぱ県政奪還っていうんですか、うん、政治的な言葉でいうと、ははやっぱり自分たちのグループ側でしっかり、あの知事を。 出したいという強い気持ちの表れがやっぱこのスピード推薦になってると思いますねはいはいはいうん、なるほどスピード推薦ですか <laughs> えーっとですねまあ今からじゃあ本当にこのなんていうんですかね戦い方というか、はい、そういった作戦とかもどんどんやっていって でもちろん自民からも応援は結構来るんですかね。うん、来ると思いますね。ね今度もね、まも、あ、二階さんも菅さんも沖縄入りしていると思いますし二階さんがある意味説得したんですか麻都さんを。ま構図的にはそんな形で書かれてますね。でもああいう大物が出てきたら麻都さんも弾きやすいんじゃないですか 説得されたらもうここは引くぞっていうまあメンツの話になってきますからねそこら辺はん僕もあまり分からないですけど誰が止めた誰が引かしたとかっていうのはなんか、うんね、政治ではよくあるみたいじゃないですかんあんま気にはならないですけど一般のね有権者はそこまで気にはならないですけど、うん、やっぱりこの構図というのは結構第三者としてはねワイワイ楽しく野獣馬根性で見れますからね。<laughs> あ<ー> <laughs> そうですねそういう人からも電話来ますね。うん、<laughs> <laughs> こうじゃないのみたいな。ああ、やっぱりね。まあですね、知事選、この両候補で多分行くのかなと、そうですね、もう思いますので。あっという間ですからもう一月ですからね。うん、あのー、<ー>まあまあ、えー、やっぱりね、せっかく宮崎さん来てくれてるので、はい、この今回、この知事選の、なんていうんですかね、この、 この辺を参考にして、両候補の意見を聞いて参考にして、投票行動につなげてほしいっていう、このなんていうんですかね、うん、争点争点ですね、うんあの。争点はどの辺を見た方がいいよみたいなことはありますかあじゃあ、いや、宮津さんは争点、どの辺で見えますそうですね僕は、うん 沖縄の未来ですかかね、うん、やっっぱ10年後こうなっているとか、まあ、要するに、うん、まあ僕西原東海岸なんで、うん、東海岸マイスクルールとか、うん、東海岸どうするのとか、うん、鉄軌道どうするのとか、うん、離島振興策どうするのとか、うん、沖縄のこの宿泊施設のキャパオーバーの問題をどうするのとか、うん、渋滞関係だから結局沖縄県のまちづくりが僕ら生活に直接関わってくる部分っていうのをやっぱり選挙で見たい。 これは辺野古を争点化しなないいってわけじゃないんですただ単純にでも法律的に辺野古はもうこの県民投票しても法的拘束力がないしあな撤回しても裁判で負ける、うん、で思いを届けるためにっていう投票行動ももちろんあるし、うん、それは否定しませんけれども、うん、本当に辺野古の問題語るんだったら、うん、4年前でもなければ。 今年でもなければ本当は20年前だったのかなと思ってちょっと寂しいですね僕はあ普天間の,あの問題の時に1996年ですか、婦女暴行からのあの流れの中で2プラス 2, 2、まあ、いろいろ僕も議員になって勉強させてもらったんですけど結局、法治国家で法律でやってる基地問題なので沖縄県民の僕も思いはたくさんあります。だけど これ一点突破で果たして何が変わるのかなというのはあります、うん、それよりもやっぱり基地問題に関しては、うんえー、海兵隊がやっぱり事件事故が多いのでそこをどう監視するのかどうチェックするのか、うん、また海兵隊のこのヘリの付点、ね、まで落ちたのもあるけれども備品関係もろもろ含めてですねしっかり整備しているのかとか。も 自衛隊がしっかり入ってやれるような仕組み作りも、うん、てか県民としては基地負担軽減は自民党はい、はい、そしてもうオール沖縄も変わらないので、うん、そこをしっかり一緒にタックンでやっていくべきだと思うんですね。それ以外ではやっっぱり政策しっかり、うん えと見ていいきたい、うん、やっぱ子ども医療費とか僕らは基金の課題なので前の中山知事はですね15歳まで無料化にするって言ってましたので、うん、僕はそこをやってもらいたいぜひ、はい、とも県でやってもらいたいし、うん、あの電子黒板も含めてですね教育環境の整備もですね、うん、県でやってもらいたい電子黒板あ,あるんですよ今、えー、一括交付金で導入した要はもう大きいテレビみたいなパソコンなんですよ ーでこれで YouTube も見れたりとかネットもつないでるとか<ー>今は学生それで学んでるんですけどやっぱり福祉も教育も子育てもですね市町村格差があまりにも出てるわけなわけです、ね、それを僕は県で是正してもらいたいであとはやっぱりインフラインフラを整えて、うん、福祉教育子育ての格差をなくして、うん、なおかつ ちゃんと土地がある場所、まあ、東海岸、西海とかを発展させるための用途の見直しとか企業誘致を力入れていきたいなと思いますね。その辺をまあ見るということですね。はい、さあ、えー、皆さんはこの、まあねあのー、宮崎さんの意見はまあ参考にしてもらってご自身でね、あのー、やっぱりねいろいろな 情報を得てですね、うん、まあこの番組でも情報はいろいろと言っていきたいなとも思っているので、まあ、参考程度にしていただいてぜひ投票率は上げましょう、うんえー、知事選9月30日でございますさあ、えー、CM の後ちょっとまた余談でいろいろと <laughs> コメントも拾っていきたいと思いますそれでは CM です面白いな。 ハリマルさん覚えてますハリマルさん前いら,し、ま、い,いらっしゃいましたよねジュンさんジュンさん 男性か女性か分かんないですねここコメント載せる人ってもあ男性、まあ、男性が多いと思いますけどただね錦野さんとか、うん、高松まりさん女性なんですよあへえそうなんですかこの中でシュプレームさんと国ちゃんさんが男性だと思うんですよね、うん、シュプレームさんも男性でしょうねガンガンのです、ね、スケベですよ いいっすねもう FM ゲノワンずっと聴いて本当にありがたいですそうかあっ35分はたったかあっという間ですねうん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  ありがとうございますスクリーさんです、ね、ただ基地をなくして経済活性化するイーコール論ではないうんですからね。新都心だからとかあるじゃないですか。ああ、新都心だから経済が発展したってことですか、ね、うん。砂漠の基地なくしてる <laughs> みたいな話もあるんじゃないですか。ああ、なるほど。使い方ではないんだ。う でも、なんか長野基地、<laughs> ギャルが来そうですがねいきますよ。さあ、お送りしております、大井沖縄でございます、残り時間20分程度となってまいりました、あっという間ですね。本日のお相手は,は山内と 西原町の宮里裕海です。はい、えー、今日はですね、宮里さん、西原町議の宮里さんに来ていただいております。さあ、コメントを紹介していきます。うん、えっと、高松真理さん、ガンガン道広げて橋作ればいいんですよ。橋。<laughs> 道は広げたいですね。やっぱり。そうですよね。うん、あの、今日やっぱり宜野湾通った、通ったって、まあまあ、いつも通るんですけど。 僕あの、この大ジャナ名に向かうこの県道34号ってあるんですよはい、はい、あそこは避けてるんですよ、うんうん、いつも混むので、でも今日はもうどうしてもあっち通らないといけなくてやっぱり混むので、うん、このね、あれだけはもう車社会はどうしようもないのかなっては思うのでうん、うん、僕もぎりぎりでした、もう混んで、もう。<laughs> 本当に 大変なんでね。あの手この手で裏道見つけて。<laughs> <う>ね、<laughs> また裏道も狭いのでね。うん、あの歩行者もね、やっぱこの子供たちも危険かなとも思うので。そうですね。うん。うん、やっぱり道広げるというのは大事なんじゃないかなと思いますね。うん、はい。インフラ整備はやっぱり。なんやか言って大事ですよね。大事ですね。うん、特に沖縄観光利権。もありますから。 あのまあ、米軍基地の中みたいにです、ねはい、電柱の地中化はぜひともやりたいですねあれ、米軍の基地はあんなにきれいなのにって思いますよね新都心も一応、電柱地中化してるんですよああ、そうなんだあのメインプレースの横回りとかは、ね、街灯だけなんですね、明かりだけああいうがなくなるななくなりますからやっぱ安全性も上がるしそっか、こっちも基地に面してるからないんですね、こっちもないんですよ。うん あそ,うそ,うそ,うそうですあとはああ下水道僕らの西原でも本館は4割整備なんですよまだ、はい、あそうなんですかで,あのでそれに接続がまだ6割なんで実際25%ぐらいじゃないですかそうすると、はい、だから川が臭いとか汚いってなるじゃないですかはい、はい、あそれは整備が遅れてるからなんですかはいいだから、うん、こういう下水整備海 海をアピールする県ですから少なくとも下水を全部つけて、うん、きれいなものを排水したいですよね。ですよね、うん、本当に。えー、そしてそして、えー、っとですねシプレームさん、名護市長は、えー、再編交付金をあてにして給食無料化を公約にしていますが、うん、現在ですか、これは。 未来が不透明な交付金より基地をなくして経済を活性化する方法を積極的に考えるべきかと思います、うん、よって基地の県外移設を含めた、えー、議論を国民的課題として考えるべきかと思うと、ね、これ本当にね、あのーうん、僕、びっくりしたのがじゃあ、基地を小長さんが基地をじゃ知事会 自治会全国のあれでじゃあ受け入れますかって言ったら誰も手を挙げないっていうあげない橋本徹さんぐらいでしょオスプレイのああはいはいはいそう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 僕も県外の自民党の研修とか行ってですね県外の議員、まあ、市町村とかの県議に「はい、沖縄はいいよねと」と基地があって交付金もらえるんでしょうって言われたことがある、うんですよああ僕はあ「じゃあ先輩の市町村で引き取ってもらえますか」って言ったら「うん だからんすかあんまりあでも一部ですよみんなはもちろん負担もあってって分かってますしかといって他の市町村も結局財源がないからああいう財源があったらいいなって思いからだとは思いますけどもまあもう僕も言いたいことは言うのであ,あれですし、はい、でここのあの、えー、とスプレームさんのいうような国民的議論、はいうん 国民的課題っていうのは本当に必要だと僕は思ってます沖縄だけが負担してるわけではないですもちろん山口も、うんえー、神奈川も東京もですね、はい、まあ北海道もいろいろあると思いますけれども、うん、結局国防に関して国民的議論がしっかりなされてないっていうのは現実としてあると思います、うん、なので僕ら市町村の,あの議員で町村議会であるんですね議長会の中で日米中協定改定っていうのが今全国で ちょ可決されました。おお、素晴らしい。ですねちち活動ですけど、ずっとこの沖縄県の町村議会として。うこういう基地問題とか、地域協定とか、を考えてほしい。そこれを、まあ、全国的に。うん 九州でですすかねね可決いいただてもうやっぱりこの草の根のあれでやっていかないと、うん、持ってないところはいくら言っても理解できないところをやっぱりしっかりマスコミ取り上げてもらいたいし、うん、全国紙でも沖縄の基地問題ってされるじゃないですかいや違いますよ日本の国防問題でしょうと、うん、そう本当そうですよね、うん、あのー、この一番こう僕ネットとかでも見てイラッとするのが。うん 沖縄国防の要なんだから基地ぐらいやれよっていう意見う本当に言ってる人がいてじゃあお前やれよと、うん、何を言ってんだっていう話ですよ、本当にこれは本当、あのー、スプレームさんおっしゃる通り皆さんのあれとして皆さんおっしゃる通りり、ねうん、日本の国防として考えていきたいいただきたいそうですねスプレームさん東京は今頃オスプレイ配備でざんつき始めてます。 なんかありましたねどこでしたっけどっかの県が受け「うん」「佐賀ですか」「受け入れ表明で交付金100億円」ってありましたまあ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 迷惑料ですね <laughs> い,わいわゆるなんかあのゴミ処理場とか作った時みたいなそんな感じですよね、うん、でもこっちだよね普通にガンガン飛んでますからう,ーんうん,んと、えー、高松ま理りさんうちのおじさんが某局にオスプレイが八丁に かなこれに来たらってインタビューされて大賛成沖縄だけはあかんって言ったら見事に採用されませんでした <laughs> <laughs> いや <laughs> 流してほしいですよね,ねえだってそうじゃないと僕らもそんなふうにうがってみちゃうじゃないですか、うん、お前ら受け入れないんじゃないかみたいな、うん、でもやっぱりこういう人もいるということですもんねうんうんだからどうしても今対立の構図に なりやすすいそうですメディアが結局こう反対の意見を吸い取りたいっていうことですよねこ、うん、これれ用さないってとだから本来だったらやっぱり分かってくれる人も結構大勢いるしまあ、はい、それを言うならねアメリカの人だって米軍の人だって事件を起こす人たちもいればちゃんとこうフレンドシップをやりたいっていう,う 肩もいてそうですね沖縄の米軍さんよくビーチクリーンやってますしねいい人たちもとても多いし僕のあの隣町世の原なんですけど世の原町で住んでた大佐がいたんですよ大佐か軍曹かちょっとすみません階級はわからないんですけどが退官になったんですよもう要は引退退職の時に自分の部下集めて世の原の海岸潜水掃除してましたうわすごいちゃんともう四五十名あ三十名ぐらいですかね集めてやって だからやっぱ地域に根ざすようなことをやっている方もいるということですよね、うん、そういったのが、えー、表に出てくればいいのかなとも思いますけども、えー、高松真理さんがさっきの、えー、八王だそうです八王に来たらということですね、うん、ごめんなさい、えー、さて、シプレムさん正しい言い方かはわかりませんが沖縄に真の地方自治や民意に基づく決定権を取り戻す必要がありますよね。 その上では宮里さんのような若い議員が若者を政治に巻き込んでいかなければ勝つということ <laughs> これは宮里さんに勝つですかね <laughs> ですねこれは <laughs> サンデーモーニングですか、ね、そうですね<ー>勝つ始めていただきましたはます、はいえー、勝つは初めてですねこれいいですね、うん、<笑><笑>あいいですね確かに勝つということで、うん、やっぱこの巻き込んでいくにもちゃんと自分たちで ビジョン持って、なんか二者択一というか、うん、こっちが悪いからこうだ,だじゃなくてです、ね、うん、それもすべて取り込んで、大きい目線をんやっぱりその、まあ、宮崎さんは僕よりもね、十もう十、一回り違いますから、はい、やっぱりそういう、僕から見たら、やっぱ若いのでとっても、そういう方々が本当にこう、政治にね、どんどん関心持ってやってもらえたらいいなとは思うんですけどね。うん どうですか周り同級生とかやっぱり宮津さんが長期になることで関心は高まりました高まりまりしたいろいろ何か何も興味ない人が僕がやったこととか政治の動きとかをこうじゃないか、うん、ああじゃないかとか説明してるのを見ると友達の女の子とか嫁さんに説明してるのを見るとうん、うん、ありがとうってなりますね、うん ずっと一緒に活動しているのでいろいろ見えてくるものもあるんじゃないですかね、うん、やっぱ身近になれば政治ってとっても面白いですからね、うん、あの切実だしあのこっちの税金が使われてますからねそうですねうんほ、うん本当に、えー、もっとね身近に考えていただきたいですが国ちゃんさん「技能案で番組持てるんじゃないですか宮崎さん」「ギャルが来そうですかね」って僕はい 持ってます <laughs> 毎週ですよ毎週,毎週,毎週 <laughs> いいんじゃないですか若い人にこう政治の面白さを伝えるというのもう <ん S 1> そうですかね政治が面白いっていうふうになるっていうより助かるってなる方が多分多いと思うんですよもう若いお母さん方とか相談に乗りますけど前ちょっと解決できた件があってもう泣くほど嬉しかったっていう。 声があってですね僕も相当嬉しいですし、うん、そういうことだと思うんですよね、うん、政治ってやっぱりやっぱりもう楽しいこととかわくわくすることってやっぱ民間でたくさんできるのでもちろん政治が全く関与しないわけではないですけど、うんうん、やっぱ土台アップが仕事かなと思いますね、うん、ああ、うん、なるほどわかりましたそれではですねちょっと、えー、残り9分となってきたので、うんえー、ちょっと宜野湾市長選の話を これね、とっても気になる、えー、記事が出ててですね、実は。うん、えっと、あれどこ行ったごめんなさい。ちょっとお待ちください。はい、あこれです。昨日の、えー、琉球新報に出てました。昨日は無投票もあり得るよっていうことです。えー、新聞にまで載ってたんですね。そうです。これ新聞から、えー、抜粋してるので、こういう、うんえー、デリケートなテーマは。うんはい ちゃんとそうスを <laughs> あ。あ、はい、<laughs> えっとですね、昨日の新報です。これは総合面で出ております、えー。9月30日投開票の県知事選と同日に実施される宜野湾市長選は、えー、23日で、えー、告示まで1か月となりました。うん、知事選に出馬する佐喜松市前宜野湾市長の後継候補として、松川副市長がすでに出馬を表明したが、 市政野党は、えー、候補者選考が難航しており現状では選挙戦となるかは不透明ということですこれありえます聞いたことないですねですよね市長選挙で無投票はえーっとですねこの市政野党の選考委員会は当初7月中に候補者を決定する方針でしたしかし宜野湾市区選出の、えー、県議さんそして えーっと市議、労組、教育関係者らの名前が上がりましたが候補者全員が出馬を誇示したという,うんこれ、なんで誇示するんでですするかやっぱあれじゃないですかね、見込みとかじゃないですかね、体制とか、もう市議選も始まってるしとか、あ体制を、うん、える状況じゃない、ははははもしくは。うん 今の姿勢でいいと思ってなくても、うん、しょうがないかなって思ってる部分もあるのかな。うん体制、確かに、あのーまああと、さっき、まあ、市長も、まあ、玉木デニーさんも、その新聞のコメントで、体制作りがしっかりできるかどうかっていうのをコメント知ったんですよ、両方。 というのが、じゃあちょっと見えないっていうのもあるかもしれないということですよね体制イコール、多分責任だと思うんですね、例えば、知事さっきま知事予定候補者は、市長の立場でありましたから、次の市長後継がしっかり決まる見込みがない限りは、うん、市政を投げ出す形になるから、それはできないと。で、はい、できないい、うん、ってううことでしょうね多分 後援会とか支持母体のさまざまな有権者の理解を得られるかどうかうでまた政治的に言うと、はい、自民党公明党維新の推薦がしっかり取り付けられるかどうかっていうのも体制に組み込まれると思いますなのでデニーさんもいわゆるこの会派沖縄さん社民党社大党共産党さんとかっていうこの枠組みの体制をしっかり自分の応援に 形作ってくなるほど、うん、そういったのがないとやはり、えー、やっぱそうですよね出れないですよね、うん、いくらあれでも大変ですもんねんやっぱ思いを両候補者背負うわけですからそれはなんか生半可な覚悟で周り支える人たちも生半可でやっぱ困るんですよねう、うん、まあ野に戻すとですね無投票も あり得るという、ありますかね、うんどうですか、<れ>無投票になったら、<laughs> 無投票になったら、うん、やっぱり、まあ、革新いわゆる反対、うん、野党ですかね、姿勢野党はどんどん弱くなっていくでしょうね、これ、知事選にも影響が出るっていうふうに書いてはいるんですけども、うん、やっぱり大きいですよね。 確かにああだいぶ出ますね <laughs> これ無投票とかって決まるのは告示ですかその日です、告示日に届け出,届出その日に出すのでその時届け出が夜までになかったら無投票、うん、どうなるんでしょうかギリギリまでわからないですねわからないですね。 これ、急、え、転、ー、直下でまた決まるのでしょうか、これもね、ぜひ、えーっと、ちょっとね、注目していきたいなと思います。いやもう今年は本当に、えー、選挙イヤー、しかも、いろんな出来事が起きて、さらにこう、こなんていうんですかね、混沌としている感じが。知事選も本当は11月だったのが、もう9月30日っていう、この超短期決戦ですので。 本当どうなっていくのかちょっと、えー、見守っていかないといけないですねただ、宮崎さんとかはまた統一地方選があって、はい、まあご自身の選挙で、ね、今もう大変だとは思いますが、うん、頑張ります <laughs>、はい、イケメンですね、うん、いやいやいや <laughs> シプレムさん、うん、政治や政治家に対する批判はつきもので、うん、批判は健全な民意の表れ そういう意味で、大い沖縄のような番組はありがたいです。いや、ありがたいですね。ありがたいですね。えー、国ちゃんさん、沖縄の政治的な番組は全国でひそかに聞いてるんで、宮里さん、全国にアピールしてくださいということです。えー、スプレームさん、民主主義である以上、勝ち負けにとらわれることなく、しっかり政策を掲げ、選挙をすべきですよね。市民に選択肢がないなんて、ということで。えっと、本当に。 選択肢があるというのは健全だと思うので、はい、この無投票はちょっとやめてほしいなと思います。そうですねうん、確かに。技能があんです、ご当地そうなんですよ。しかもやっぱ市なので、まあ、市だから損だからというわけではないんですけど、離島の、ね、損とかだったらまだ効くんですけども、うそういうことじゃなくて、やっぱ大きい市ですので。えー ぜひそういった形でやっていただきたい、うん、はい、えー、総務士でさせていただきたいと思います <laughs> はい大井国はえー、今日はですね、うん、西原町議の宮津さんに来ていただきましたがえっ、ー、とどうでした今日2人であるの久しぶりですか1回ありましたよね一回ありました2回目です二、ねうん、回目いやいいですねでもちょっとあれですねちょっと内容が重かったですデリケートな ですね、タ,イタイムリーな話でしたね。うんまあ、今度ね、宮崎さん来るのは選挙終わってからなので、うん、笑って、そうですね、過ごせるといいですね。すねいや、でも多分その時また選挙の真った中じゃないですか、<あ>こんな顔してくるかもしれない <laughs> <laughs> はい、うん、え本当に皆さん、コメントで参加していただき、本当にありがとうございますす。結構いい意見というか、すごい、あのー、 意見が来てですね毎回本当に、えー、頭が僕は下がる思いでございます皆さんのあれがないともっとグダグダになるのでよろしくお願いしたいと思います <laughs> そ,うそうですねはいですね、えー、皆さんも本当に今日ねえご自身の選挙の中お忙しい中来ていただいてありがとうございますいやいやもう また地元に帰ります <laughs> 大変ですアップではい a、えー、大きな以上でございます、うん、ぜひまた来週もお聞きください、えー、本日のおえてへみな山内とそして西原町の宮里ひ文です皆さん本当にありがとうございましたまた来週ありがとうございます楽しいですねやっぱり、はい